学びズム地上からすま校開校、無料受験相談のお申し込みはホームページからお願いします。過去の事実は変えれないです。ただその起きた事実に対しての解釈は今後の未来によって変えられます。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムの田です。こんにちは。さあ本日はですね、近代公募の最後の合格発表日ですね、はい、12月16日ということで、まず合格した人はおめでとうございます。ありがとうございます。しっかり頑張って過去問分析をしたりだとか、自分の努力が一つ報われたかなと。第一問の子はね、もう近畿大学に進学してもう終わりだし、カンカン同率なりマーチなりを受験する子で、滑り止めとして受けた子はそこをしっかりキープしながら、ここから自分の第一志望の大学の対策をしっかり頑張ってほしいなというふうに思うんですが、今回はですね、近代合格発表の日ってやっぱり塾でもこう合格を勝ち取れなかった子もやっぱちょっと落ち込んでるというか、やっぱいつもより暗いなっていうふうに思うこともあるので、こう励ましつつ激励するみたいな動画にしていきたいかなというふうに思います。はい。でね、僕はよく生徒に言うんですけど、落ちてよかったねっていう言い方をします。皮肉じゃないですよ皮肉じゃなくて、心の底から落ちた子に対しては僕そう思ってるんですよ、僕は公募を受けなかった人なんですよね、はいはいはい、一般でもカンカン同率三金五流以下を受けないという決断をした、僕はそうなんてないですよ。矢田先生に受けなさいと言われました。で、僕が嫌ですっていうふうには言ってたんですけど、僕は公募も受けてないんで、落ちるという感覚やったりだとか、なんて言ったらいいかな、その受験って僕やっぱ最後の最後までどっか頑張っとったらそれなりに受かるやろみたいな好きがあったんですよ。まあ言ったら普通に高校受験もうまいこと言って、ね、こんなもんやろって思ってる残像がありますからね、はい、あるんですよ、だからなんやかんや努力も報われるだろうし、結果も出るだろう、頑張ってきたし、って思ってる隙があったんですよ、僕。だからどうしたのとか、第一志望は受かったんですよ、結論。ただ関西大学には不合格になっちゃったし、立命館にも受からなかったんですよ。で、僕はもうほんで同志社大学が僕の代から文系数学が急に難しくなって2013年から、で僕試験会場で泣いたんですよね。落ちることの恐怖が、そんなその受験当日文系数学の問題用紙を見て解けへん、大問1無理や、大問2見て分からへん、やばい、手動かん、大問3マジかそのもう試験始まって1分で自分の第一志望に落ちたっていう波がもうブワッて押し寄せてきたんですよ、で、そんなんも経験してないもんやから、もうパニック状態になるわけですよね、自分では、やばい、どうしよう、こんなんなったことない、どうしようどうしよう、どうしたらいいか分からへん、で無の時間で全部終わったみたいな、試験時間もうほんまに、心の整理も頭の整理も何もついてないみたいなね、でやっぱそこで思ったより受からんねやがを感じたから、なんかもうそれそんなんやったらほんま公募とか受けて落ちてる方がやっぱ自分的には良かったのかなとか後でね思い返したら思うわけです。で、そこで痛い目を負ったから2月5日にもう全然あかんってなって、もう2月6日ももちろんもう無理だろうと思って受けてるわけですよ。もう無理やと、でもうこれじゃあかんと思って塾行って切り替えて、2月7日8日死ぬ気で数学の勉強して、で2月9日そこでもう初めて危機感感じて、別に土台が全くないわけじゃないか、そこにちょっと上積みをして、なんとか当日苦手な単元が出ずに切り抜けることができたけど、まあ、正直奇跡やったと思ってるんで、だからやっぱね、受験の怖さやったりっていうのをもうほんまの本番一般入試の前に結果を出せなかった子っていうのは僕としてはやっぱ羨ましい、すごく心外かもしれないけど、みんなからしたら羨ましいんですよ。でそれぐらい受験って厳しいし、自分が頑張った分だけそっくりそのまま結果が返ってくるものじゃないんですよね。そうやねんな。でそれを味わった人と味わえなかった人では心の強さだったりだとか、残り1ヶ月半のラストスパートの勢いは僕は大きく変わるというふうに思ってます。僕もほんまラスト2ヶ月恥ずかしながら、じゃあ12月1日から2月の9日までどのタイミングが一番勉強したって言ったら、僕やっぱ2月7日8日ですからね一番勉強しました、間違いなく。わかるそれ神様の天罰やと思う、ね、そうなんですよ、わかるわあ、バチ当たったわと、自分がエンジンかけきられへんかった、フルスロットルで駆け抜けられへんかったから
バチ当たったやなって思って、そこがやっぱ一番勉強したんですよ、うん、だからラスト2日やった僕とこうラスト1ヶ月半あるみんなやったらやれることって全然ちゃうじゃないですか。そうです、本当に、うん、だから落ちたことという事実は悲しいし辛いことだと思うから、泣きたい時は泣けばいいと思うし、悲しみたい時は悲しんだらいいと思うんだけど、じゃあなぜ本番点数が思うように取れなかったのかであったりだとか、実際の過去問の点数でなぜ取れてないのかっていうのとしっかり向き合いながら、もう今までよりも今までも最大限の努力はしてきたと思うんやけど、それを超える、もっともっと超えていくだけの努力をラスト1ヶ月半ラストスパートすれば公募の雪辱は晴らせると僕は思っているので、落ちてよかったねとあえて言わせてもらいます。今までのそういう話の経緯があったら僕の真意は伝わると思うので、うん、それを一つのカンフル剤にしてくれたらなっていうふうに僕は全員に思っておりますんで、絶対に諦めずに頑張ってほしいです。もうほんまに最後の最後まで食らいついてほしいなというふうに思います。安田先生どうでしょうか。はい、メンタル系ですよ。うん、僕からは一言、はい、過去の事実は変えれないです。ただその起きた事実に対しての解釈は今後の未来によって変えられますということを伝えたいです。深いもう深いめっちゃ聞き入ってまいりますね。ね、やっぱり人生でさ、ほんまに辛いことっていっぱいあるやん。言ったら今回近大の公募終わって、ほんまに終わった子って近大第一志望でこの公募で決まった子以外終わってないんよ。もうその子だけなの。あとカンカン同率とかそれ以上の大学受ける子もまだ終わってないし、近大を第一望にしてる子で落ちちゃってる子もまだ終わってないわけよね。でも例えばカンカン同率とか早慶女子マーチを受ける子で近大が受かりました、ここで気抜けました、結果第一志望受かりませんでしたやったら、ここの受かった事実恨むんですよ実は、うんうん、でじゃあ今回その公募で落ちてしまった、で、あ、これでダメだったんだというふうにしっかりと自分の至らなかったところを顧みて自分の行動を変え、そして結果が出た時、あの時公募落ちてこの2ヶ月間があったんだな、それで俺はこの大学生活、私はこの大学生活を送れてるんだってやっぱり振り返るんですよ人って。の時にあの時落ちてたことが良かったねと思えるか、あの時受かって、いや受かったからもう第一望落ちたんだって、これって未来によって変わるじゃないですか。事実は変わってないですよ、受かった落ちたの事実は変わってないけど、未来の結果によってその過去の事実の解釈が変わってるんですよね。これっていろんなシーンで実は起こっていて、本当にもういろんな、もう一人一人も人生をさ生きてたらさ、その辛い世の中やないか、もうこの世の中は、世の中でそれをあの事実があったから自分は良くない人生なんだって恨む人もおれば、あの悪い事実があったから今の自分がいるんだっていう風に思える人とやっぱ分かれるんですよね。だから落ちてしまった子に対してのこのメッセージで、落ちてしまった事実は変わらないですよこんな動画を見ても、うん、ただこれを良かったと思ってる未来は過ごせるよまだ、うん、なんでこの先この落ちた事実が本当にあの時この経験をして良かったなって思えるだけのあと2ヶ月を過ごして残り頑張ってください。以上です。ジーンとしてますわまあ大学受験だけじゃないけどねこんなんね、いやほんまにね辛いこといっぱいあります。ただこれを正解にする努力をするしかない、正解はないから、もう本当に選択とか結果が出たものに正解不正解はないんで、あの時のことが良かったねって正解にするのは未来が決めます。はい、切り替えて頑張りましょう。まだ諦めるようなタイミングじゃないんでね、はい、またこの動画が終わったもう1秒後からしっかり切り替えて勉強してほしいなというふうに思います。それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。現在学び図では高3期卒生向けに志望校だけの対策ができる入試直前パックを、高1、2生向けにオンラインでも受講できる冬季特別講習を開催しています。詳細は動画の概要欄に URL を貼っているので、ぜひそちらからご覧ください。